ちょっと切り抜きされたいネタをね、2つぐらい今日やろうかなと思ってきたんですけど、はいはいはい、1つはジャニーズ、はい、滝沢くん辞めますっていう話。どうですか、辞めますわ。滝沢副社長がジャニーズを辞めたわけです。はい、辞、はい、めました。あの動き、キンプリの3人が辞めると、もうジャニーズ帝国崩壊みたいな、わお、話じゃないのって話で、どうなのかなと思って、吉本興業と揉めて辞めた。いや、ちょっと辞めて、本当に本当にここ切り取られたいや、俺さ、要は日本の芸能事務所の構造として、はい、マネージャーさんが作ってるんですよ。日本付き人とかマネージャーさんがもともと日本の芸能事務所で作ってるじゃない。だってバーニングの須郷さんだってそうだし、須郷さんの運転手だった人が独立して、あれ作ったりあれ作ったりあれ作ったりみたいな感じじゃない。大体ジャニーさんだってそうじゃん。自分がエンターテイナーなわけじゃないじゃない、もともとみんなそうじゃん。あれジャニーさん出役じゃなかったです、もともと。いや、ジャニーさんは出役じゃない。でも別にジャニーさんもミリーさんもジュリーさんもみんな別に出役なわけじゃないよ。まあ確かに。そう考えると、日本の芸能事務所っていうのはマネージャーさんとかそういう裏方さんが作っていってる。出役の人が作ってる事務所がほとんどないじゃん、うんうん、はい。まあ、最近はねちょっとずつ出てきたけど、はい、だからアーティストとか出役の人に対する締め付けが結構すごいなと思って。あー、間違いないですね。だってファンは別に社長についてるわけじゃないじゃん。そうです、それは出役の人についてるわけであって、出役の人に造反されるとやばいわけじゃん、はいはいはい。だからそこをもうギリッギリに締め付けて、はい、絶対出られないようにするみたいなことをやってたわけです、はいはい。それが多分そのテレビの時代の終焉から変わってきたのかなっていう、はい、うん。要はテレビ局っていうのは結局キー局5局とかしかないわけだから、はいはいはい、NHK とかしかないわけだから、もう人間関係じゃん、はいはい、完全に、はいはい、ズブズブです、はい、ズブズブの人間関係で、はいはい、そこを抑えてさえすれば、はい、テレビ芸能マスコミさえ抑えとけば、うん、もう辞めたやつはお天板にけなされるわけじゃない、はいはい、間違いない、うん。あいつは辞めても仕事がなくてテレビに出たくて戻りたがってるけど、はい、もう無理みたいな、はい、手越しとかそんな言われてるじゃん、はいはいはい、確かに言われてますね。たまにそういう記事出るじゃん、はい、ああいうの全部御用記者みたいなやつが書いてるわけだいたい、はいはい。それで今まで締め付けられてたのが、はい、それとあとやっぱジャニー北川さんみたいな重しがドーンだったからこそ出にくいという状態だったのが変わってきたじゃん、はいはい、ネット配信とか YouTube とか、はい、特にその外資に対して日本のマスコミとか全然無力じゃん。どうしようもないですもんね。どうしようもないじゃん、はい、そう考えると、はい、圧力的なものがなくなってきたんでっていうのもあるし、今回の話で言うと滝沢さんは、はい、まあ嫌気がさして辞めたらしいんですけどそうなんですか。僕はそのニュースではなんとなくそういう感じなのかなと思ってますけど、ジャニーズジュニアとか頑張って育成してたんだけど、はいはい、取られたみたいな話でしょ、はい。あとはあれっすよね、自分は芸能事務所も経験したし、芸能事務所外も経験してるんですけど、うん、やっぱり今特に思うのは、まあ、僕が特にそういう活動してるからそうなのかもしれないですけど、やっぱ事務所に入ってると権利とか持てないんで、さ、うん、IP のその権利持てないんで、例えば自分なんか今 NFT とかよくやるんですけど、時にあれ事務所に入ったらほぼ無理なんですよ、なんか、うん。でやっぱ出た時のメリットって権利持てるっていうのがやっぱ一番でかく、それこそライブ一つ撮っても武道館でライブやりました、それ撮影してました、でこれをフルーさんに売ったりすることが権利さえ持っていればできるんですけど、事務所入ってるとそれ無理なんで、うん、ってなってきた時に、今やっぱり事務所に入ってることでできないことがあまりにも多すぎるっていうのは一つあるなと思いますね。本当はでもそういうところを手数料取って、本当はね、そうだから事務所もそれを手数料取ってでいいんですよ。でもなんかやらせないっていう風にするんで、まあだから自分たちが理解できないものはやらせないみたいな。ああ、そうですね、そうです、そう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 、やりにくいよね。やりにくいですね。逆にテレビとかじゃない世界でやってる人たちからすると、はい、使いづらいよね、事務所に入ってるタレントって。むちゃくちゃそれあって、プペルの時もそうだったんですけど、うん、配信に対してノーを出す事務所の役者さんはそもそもキャスティングしない、うん、それをキャスティングしてしまうと、もう配信の売り上げ下がっちゃうから、うん、配信に対して理解がない事務所の役者さんには絶対声がかけないっていう指令が言ってて、でやっぱ仕事減ってるんですよ。それで事務所がそういうスタート取ったら、もうあいつ呼んだら結局オンラインの売り上げゼロになっちゃうじゃん、あいつが一人入れるだけでゼロになっちゃうじゃんっていうことだから、外そうって話になるんですよね。じゃあなるでしょ、なるんですよね、まあ、今はね。そこを結構考えないと、事務所のところデメリットどん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 膨らんでるなっていう感じは、うん、芸能事務所のデメリットどんどん膨らんでるなっていう感じ。だからタレントになろうと思ってる子たちはまだ芸能事務所に入らないと芸能の仕事できないってまだ思い込んでる、はいはいはい、そうですね、まあ、いいとこもありますけどね、芸能事務所は芸能事務所ですごい素敵だなと思う一方で、その負の側面っていうかは結構あるなと思いますね。だからジャニーズは結構今危ないのかなっていうふうには思うよ。いやだから要は辞めちゃってる人はもうやりたいことがあって割と前向きに辞めてる人たちが多いんだけど、はい、残る人ってやっぱそういうの何も考えてない人とか、はいはいはい、何も考えてないことないですけど、はい、まあでもなんかあるかもしれないですね。そこまで深刻にというか、はいはい、あ、そうですね、そうですね、うん。